では本日は、はい、どこに行くんでしょうか。ついにハリーポッターのスタジオツアーの新しいエリアを見に行きます。おー新しい部屋は薬草学の授業でスプラウト先生の音質でマンドレークを引っ張った音質ができてるっていうことらしいんだけど、それが7月1日にオープンする。今日は6月28日でもちょっと早めにトレースの内覧会に行ってきます。おー、うん、なので今日の格好はローブも着たし、杖も持ったし、フクロウの指輪もして、完璧ですね。全部満タンで行ってきます。おー、うん、電車乗るときに乗り方を教えてくれたんだけど、どうなの？そう、なんかスタジオツアーがロンドンのその市内じゃないから、地下鉄じゃなくてこういう鉄道に乗っていくんだけど、まずその今回ユーストン駅っていうところから電車に乗ってて、でユーストン駅から乗るとそのワットフォードジャンクションっていう駅で降りるのね、スタジオツアー。でワットフォードジャンクション駅行きっていうのに乗ると、その間にいっぱいいっぱい電車止まるから40分ぐらいかかる。なんかワットフォードジャンクション行きじゃなくて、終点は別のとこだけど途中でワットフォードジャンクションを通るやつに乗った方が15分20分ぐらいで着く。ちなみにこれはトリング駅行きっていうとこに乗ってる今。これでそのロンドンのユーストン駅から最寄り駅まで20分ぐらい。おお、さすが3年ロンドンに住んだ知恵です。スタジオももう何回行ったかな。もう8回ぐらい行ったんじゃない。おお、住んでる時に。住んでる時にも行ったし、留学してる時にも行ったし、あとそれこそグリーンゴッツの銀行がオープンした時に。プレスの招待をもらって、それでも新しいエリア見に行った時がある。ちょっと公開より前に。じゃあ今回もプレスで早めに入らせていただくので、 その模様をこの後皆さんにお届けしたいと思います。ではついに、はい、プレスにやってきました。リストバンドをもらって、今はこっちにバーがあるからここでドリンクをもらったり、ちょっとフードを食べたりして、そこから中に入って新エリアを見に行きたいと思います。楽しみ。ゆうくんもオレンジジュース。1月1日にオープンするスプラウト先生の音質で、ハリーたちが薬草学の授業でギャーギャー叫ぶマンドレークを引っこ抜いたりしてた場所なんだけど、どうも音質にさ、有毒の食虫ズルみたいな魔法の植物があって、その動きとかはコンピューターでやってるらしいんだけど、なんかマンドレークとかの動きは実際にその
ロボットみたいなコントローラーみたいなの入れて本当に動かしたりして作ってるやつとかもあるらしくて、なんかそういうどうやって魔法の植物を動かしてたかみたいなのもそのセットでちょっと見れるようになってるってホームページには書いてある。お味はいかがですか？うん、どんな味のもの？分からんそうだから考えてみたらさ、なんかめちゃくちゃすごくない？なんか小さい時からそのハリーポッター好きと思って小説とかさ本屋さんに予約して次読もうってしてさ、映画とかもすごい心持ちにして、なんかすごいファン、ハリーポッター好きって思ってたことがなんかこうやって薬草学の教室できた、でなんか来てくださいってさプレスにさ言ってもらってさ、先に公開してそれをみんなに伝える側に今なってるってことがなんか感動する。そうやって思い返すと小さい時にただ純粋に好きだった時のことを思い出すと、なんかそれがすごい今仕事に絡んでできてるのが感動する。まあただラッキーだけだったじゃなくてさ、まあいろいろとさ英語を頑張ったりとか努力の結果ここに来れてるから、まあそうだけど、そのなんか努力させてくれたのが結構ハリーポッターのおかげだったなと思って、まあ、こういう報われる瞬間が、そう思ったのもハリーポッターきっかけだったし、イギリスに行こうと思ったのもハリーポッターがきっかけだったし、なんかそう思うとここまで連れてきてくれたのがハリーポッターだったから、なんかそうやってこういう時にすごいなんか感慨深いっていうか感動する。うん、今からスタジオツアーに行ってきます。うん、おいしい？おいしい、うん、どれもおしゃれ。なんかホグワーツの食堂で出てきそうな、うん、おしゃれにしてあるよね。うん、あと何があるんだろう。これさすごいさ小さいじゃん幅が。うん、子供の時にさ賢者の石取った時みんな小さかったからこのサイズで行ってたみたいなんだけど、大人になった時はここ膝曲げて入って撮ってたんだって。ではついに新エリアのスプラルト先生の温室に
行ってみたいと思います。スプラウト先生の温室はこの外のエリアにできてる、だからプリペット通りのやつとかナイトバスとかが置いてある外のエリア。ロンドンは8時なのにまだ明るいっていう衝撃本当だね。でこの外のエリアの端にこの温室ができてる感じです。すごいね、鶴も巻かれてるしさ、ファンドリュークの声がする
これにてプレスツアーも最後になりました。本日の感想はいかがだったでしょうか。やっぱり薬草学の教室が思ったよりもリアルだった。マンドレクちゃんも思ったより可愛かったし、なんか最初はそこを新エリアにするのかみたいに思ったけど、予想以上に楽しかった。さらに2年ぶりに来たのかな。2年ぶりに来た。その感動はやっぱりいつまでたっても変わらず変わらない。なんか何回来ても細かいところで気づくとこが違うから、なんていうの、同じフロアでもさ、ここ見逃してたとかさ、やっぱある。何回来ても今日ちょっと駆け足でもあったからあれだったけど、何回来ても楽しい。じゃあ次もまたイギリスに来た時にさらに日本でできた、そうできる次の日本は23年かなにできる予定だから、それもオープンしたい、行きたいし、あとアフタヌーンティーが始まってたじゃん。うん、あれも15前来た時はなかったから、多分すごい新しくて、で今回ちょっと時間がなくて行けなかったけど、予約もいっぱいで、でも次はあそこでアフタヌーンティーもしてみたい。じゃあ次はアフタヌーンティーを流したいですね。そうだね、次は、うん、あのプレスじゃなくてプライベートで朝から夜までいろいろ回ってゆっくり楽しもう。プレスのお土産に最後にカエルチョコレートをもらってこれから帰りたいと思います。改めてプレスツアー招待していただいてありがとうございました。また遊びに来たいと思います。なんか、ん、ね、カエルチョコレートだけじゃないみたい。ほう、このタグをさ、これプラントミーって書いてあるんだけど、うん、このタグを切って水をやったらお花とか草とかが生えてくるんだって。スプラント先生の温室をイメージしてこのタグつけてるみたい。じゃあ日本に帰ったら実際にやってみましょう。やってみましょう。